世界を舞台に活躍する DJ でありながら怪談にも精通する DJ と怪談の二刀流 DJ 響さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引っ張られるとか呼ばれるってやっぱりあるじゃないですか、うんうんうん、でこの話は実は僕が経験した話なんですよ。で厳密に僕が幽霊を見たんじゃなくて、今まさに幽霊を見てる人のすぐそばにいたんですよ。でそれがですね、これ東京の話なんですよ。東京のちょっと場所は言えないんですけれども、僕が二十歳ぐらいなんで、まあもう20年ぐらい前ですかね、当時僕あのとある東京のある場所で、まあ、クラブの DJ を、まあ、した時があって、でその時に僕がお付き合いしてた、当時お付き合いしてた彼女が遊びに来るよって言って、まあ、クラブに来てくれたんですよ。でクラブの外に迎えに行ったんですけど、その彼女がベロベロに泥酔してて、もうちょっと今このまま比べるとちょっと酔い覚まさないと危ないかなと思ったんですよね。なのでちょっとそこ散歩しようって言って、まあ、夜の住宅街を2人で、まあ、酔いを覚ますためにこう歩いてたんですよ。で、まあ、住宅街なんで、まあ、住宅街に立ち並んで、まあ、ポツポツと街灯があるんですけど、基本的には薄暗いんですよね。そしたら突然その彼女がバタンって倒れたんですよ。でいわゆる急性アルコール中毒とかの心配もあるんで、あ大丈夫って言って起こしたら、彼女がスーって顔を向けたんですけど、全然別人の表情なんですよ。でどうしたのって言ったら、一言も彼女何も言わずに、そのずっとこう道路の向こう指さすんですよね。で何って言ったら、その指の先には薄暗いその自動販売機がポツンとあったんですけど、そこ指さしてその彼女が夏子ちゃんって言うんですよ。で何って言ったら、夏子ちゃんほらって言って、僕の顔を見て、私夏子ちゃんと遊んでいくからあなたも帰っていいよって言い始めたんですよね。で何言ってんのって言って、必死に僕彼女をその大通りの方に連れて帰ろうと思ったんですが、すごい力で引っ張るんですよ僕の腕を。一緒に行こう夏子ちゃんほらほらっていう感じで引っ張られるんで、僕の知り得る限りの、まあ、オカルト知識を総動員してですね、うん、よくこういう時ってこう同情しちゃいけない、かわいそうと思っちゃいけないって言うじゃないですか。なんで心の中で必死で、僕は見えないですけどね、夏子ちゃんっていう人に向かって、すいません僕たちはあなたのことを助けてあげられません、いつかあなたのことを分かってくれる人が来た時にその人に助けを求めてください、僕も彼女もあなたには何もできないんですっていうことを心の中で必死にずっと思ったんですよ。で、まあ、時間で言うと、 もしかしたら5分10分ぐらいだったのかもしれないですけど、と突然その彼女がまたプツンってこうスイッチが切れたように意識を失って、バタンって倒れたんですよね。でもう一回起こしたら、まあ、元の表情に持っていて、で、まあ、その隙にじゃないですけど、うん、彼女の腕を引っ張って、まあ、その日はもう家に連れて帰らせたんですよね、うん、っていうことが、まあ、あったんですよ。でおそらく彼女その時何か見てたのかなと思って、次の日彼女に連絡して聞いたんですよね。そしたら、昨日ごめんねって彼女言うんですよ。私もすごい酔っ払っててほとんど覚えてないのっていうふうに言ってたんですよ。で、まあ、それで、まあ、とりあえずはまあよかったねって話をしてたら、彼女がボソッと、ところでさ夏子ちゃんって誰って言ったんですよね。で私昨日夏子ちゃんってことあったんだけど、なんか見た目がおかしいんだよね、三つ編みをした女学生みたいな格好してて、私そんな人のいるような場所に行ったことないと思うんだけどって話をしてたんですよ。その夏子ちゃんと会ったって記憶だけはしっかり残ってたんですよね。でなのでおそらくその時彼女その住宅街何かを見たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、ちょっとその話を思い出しました。はあ、